ってやるぜ。張り切っちゃいそう。いいところ見せないとね。期待してて。
どうしたんだい主役まあいいさ、意外かい。僕は集団戦は得意だけど、そうだな、なんてね。そういう設定も受けがいいと思わないかい。それもまたよしかな。クエストクリア、まさかあそこが分岐点だとは思わなかったよ。あえて困難な道、今思い返せばよくある話だけどさ。そしてトゥルーエンド、うん、同時に出会った当初から気が合わない誰かさんのせいなんだけどね。図星なんだろうな。それでついいろいろなことを考え、この世界の基礎 VR 空間を生み出し通信手始めに娯楽から入るのは分からなくもない。人びっくりしました。マスターが無事戻ってき、もう昨日のサーバーダウンって何だったの。今頃ザスカーには苦情のメールが殺到しているだろうね。そうね、きっと担当の方は大変でしょう。せっかくの打ち上げだったのに残念だったわね。どうしたの。僕の顔に何かついているかい。そんなまじまじと見られると照れるな、なんてね。マスター、今日は何をしますか。お買い物でも狩りでもサポートします。特に急ぎの用事はないし、あんたのやりたいクエストに付き合ってもいいわよ。
私も参加したいわ。僕も一緒に行こう。ということです、マスター。自由に組み合わせにしますか？